きたいと思います。はい、相馬焼きには三大特徴というのがありまして、はいはい、まずここに馬の絵が描いてあるんですけれども、こちらは相馬の御神馬といいまして、うんうん、昔ですね、相馬の殿様が乗っていた馬とか、あとは農耕馬を戦馬に仕立てて、相馬藩を守ったとか、あとは左向きで右に並ぶものがないとか、非常に諸説が あるんですが、大変縁起のいい絵柄だということで、昔からずっと描かれている、馬の絵となっております。それとですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、このように、ひびが入ってるんですね。うんうん、器の表面にひびが入っておりまして、これは青ひびと言われる、焼き物がですね、焼き上がって冷めてくるときに、本体と釉薬、上薬ですね、表面のガラス質の収縮率の差から生まれるこのひび模様に、炭をすり込んで磨き上げると、こういった模様になる。伝統的に。綺麗ですね。うん、はい。それとちょっとこう分かりにくいかもしれませんが、この器、二重構造になっているんです。こちらはですね、熱いお湯を入れても手に持った時に熱くならないとか、保温性が上がるということで、こちらも伝統的な、ごま焼きの作り方になっています。この三つが大体三大特徴といって、一番こう代表的な特徴。こちらの焼き物の伝承館が今年3月ですかね、オープンするんですよね。はい、はい、そうです。でそれに先駆けてバーチャル伝承館というものがオープンしたそうで、詳しく教えてください。はい、現在ですね、大堀相馬焼きの窯元は福島県内あちこちに散らばって、そこで再開してるんですが、うんうん、浪江町にですね、どうしてもこう拠点を置きたいということで、ずっとこう時間がかかってしまったんですけれども、今年ようやく、浪江町に伝承館という、相馬焼きの、まあそうですね、中心となる施設がオープンすることになりました。本来であれば、現地に行って皆さんに見ていただきたいところではあるんですが、現在ちょっとコロナウイルスの関係もありまして、オンラインツアーというのを企画しました。そちらで、ちょっとこうオープン前に伝承館を体験していきたいと思います。PC とかスマホからバーチャルって体験できるんですよね。そうです。意外と簡単に、私もあんまり得意じゃないけれども、簡単に入れました。それでは行ってみましょうか。お願いします。私は PC のブラウザから行きたいと思います。こんな感じです。伝承館の中。すごくおしゃれですね。実際はこんな感じなんですかね。まだ完成してないと思う。はい。でも、だいぶ再現度は高いと思います。ここは、正面の入り口を入ってすぐのところですね。で、インフォメーションをクリックしますと、今のようにですね、商品を購入するっていうところに飛んだりとか、あと商品の説明に飛ぶこともできますので、うん、結構なんて言うんでしょう。本当に説明してもらってるような感じで体験できると思います。あ、バーチャル伝承館ようこそっていう。はい。インフォメーションもありました。はい。こちらも、再生するといろいろ流れてるんですね。あ、動画が再生できますね。はい。あ、ちょっと音声が大きい、はい、ぜひご覧ください。こんな動画でのコンテンツがあったりとか、この基本的にはインフォメーションって書いてるところをクリックできるんですよね。そうですね。あと矢印が出てるところを、はい、ここですね。ような感じですね。あ、違うスペース来ました。はい。これは、奥に進んだんですね。返礼販売のところから、奥の部屋。こちらはですね、
陶芸の体験をしたりですね、あとはその相馬焼の工程が説明してある部屋、あとは奥の方にはですね、相馬焼や焼き物に関する本なんかも、展示してある場所。こちらに今映ってるのが、先ほど説明した黄金真珠の3つの特徴ですね。断面図があるので、あ、断面図あります。やりやすいと思います。確かに分かりやすい。とはい。か、製造の工程とか、書いてありますね。そうですね。職人さんがへえ。ちょっとね、手作りで作ってる。こういった、作り方を見ると楽しいです。結構いろんな工程がありますね。そうです2つね。のパネルに分かれてます。はい。あります。やっぱり。ああ、歴史が学べるリンクそもうです飛べね。たりとか、あとは、昔の大堀相馬焼きを見ることができたりもするんですね。今ではあんまりこう残ってるものも少ない貴重な作品の展示場となっております。これは今の作はい、今のですね。これも昔の代表的な、筒描きの道具ですね。大正時代、結構変わってきてるんですね、ここまで。本当に作られた当時は、京都の技法をね、取り入れた焼き物だったんですが、時代の流れとともに、相馬焼きの独自の技法を作り出して、現在に至っている。そういうことになっています。こう、色も現在の色と近くなってきてますか？そうですね。その当時は、この色を出す焼き方っていうのが、なかなかこう、登り窯でいなかったんですが、大体、そうですね。大正ぐらいになってくると、この色が少しずつできるようになったと言われていなるほど。こうたくさん いろんなものが見えて面白いですね。ます。そうですね。こことか。あ、こんな全感じ然か違な。う色、そうイですメーね。ジしてる色と。結構いろんな色を使って、いろんな形、もう窯元それぞれの特徴というのもありますね。相馬焼きっていうと、大体どこの窯元でも作ってるんだよね。さっきの緑色の器ですけど、独自のものも作ってるよ、これ。では違う部屋にも行ってみましょうか。これで。こちらのお部屋は、あ、実際の窯ですかね、これ。窯みたいなものが。ここ窯場ですね。窯場。はい。おお。これは、先ほどのひびが入るときの、音を聞けるということ で、へえ。玉から出すときの音が、ここで聞けるようになってまちょっと今回は再生しないんで、気になる方は見てみてくだい。さい。綺麗な音なのでね、ぜひ。あ、なるほど。あ、ここは乾燥させているお部屋なんですね。ね、出来上がった作品を乾燥させて、あとここで薬を塗ったりして、まあ、釜に詰める準備をする、そういった場所になってま戻ろう。まだまだ行ける場所があります。す。ありこますちよ。らは、一旦戻って、そうそう、ここですね。こちらはですね、陶芸の体験ができる部屋になっています。ああ、ズームで今やってるんですか？陶芸教室。はい、ズームでも陶芸教室やっております。後でちょっと挑戦してみてください。ありがとうございます。いいですね。今っておうち時間が長くなってきてるから。そうですね。なかなかこうやってこう、リモート。ご家庭で、親子で作ったり、あとはおじいちゃんおばあちゃんと、別に住んでる
ご家族の方が一緒にこう行うことができます。これは土が送られてくるんですか？そうです。体験前に。はい。土とか、あと粘土板を送って、私が指導しながら体験してもらうという。面白そうです。よいしょ。あ、バーチャルロクロ。はい。こちらも、なかなかこう、何年か前から、こういうものを、なんて言うんでしょう。実際、じゃあ、ちょっとやってみますか。はい。ぜひ、やってみてください。なんか、ゴリゴリですごいかっこいいんですけど。あ、ドラッグで細くなる。そうです。太くなったり、細くなったりします。なるほど。で、好きな形に。あ、ああ高さも自分で変えられて、うん。表面も変更できるんですよ。あ、へえー。これドラッグでできるのが新しいですね、すごい。そうですね。本当はですね、指にセンサーをつけて、専用の機械でやると、実際にロクロをこう引いてるような、そういう感じになるんですが、まあ、今回は、手軽にやってもらうということで、ドラッグで、このような形を。なるほど。すごい、遠隔で陶芸をできるように、将来的になっていくんです。はい。よし。じゃあ、ちょっと戻ります。こんな感じかしら。そうですね。大体全容はこんな感じですね。すごい、でも、ズームでロクロの体験が、陶芸体験ができたりとか、はい。あと、大堀相馬焼きについて知れるエリアもあって、かなり、こう、実際に行ってみたくなるようなコンテンツが、うん、たくさんあります、ね。お皿も買える。はい。まだオープン前ですけどね。うん、うん、まあ、買うものは、もう買えるのかな？買えそうですね。もう買えるのか。カートに入れれる。なるほど。はい。各カマのピンがね、ここに、並んでるはず。うん、うん、うん。結構先ほど特徴を述べてもらいましたけど、はい、その特徴じゃない、その当てはまらないような、なんか、ものも結構ありますね。そうですね。今、新しい新商品の開発が非常に盛んでして、各窯元さんが、独自のこう作風をこう、使って、結構、古臭くない新しい感じのものができてます。すごいおしゃれ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでした。バーチャル相馬焼き電印召喚はこんな感じでした。ぜひ皆さんも行ってみてください。はい。先ほどズーム陶芸教室、実際にじゃあやってみませんか？そうですね。どんなものか実際に見てみたいですね。はい。それじゃあ、ちょっと体験に行ってみましょう。はい。はい。お願いします。お願いします。はい。ここにあります。土が。こういう風に土が送られてきます。それで、はい。これを使って、今日はマグカップ作りをやってみましょう。はい、お願いします。私と一緒にじゃあ、作ってみてくださいね。はい。まずですね、濡れタオル近くにありますか？濡れタオルあります。はい。こちら。はい。そうですね。タオルを使って、
手をちょっと湿らせてください。はい。はい。湿らせました。はい。粘土がですね、どうしてもこう乾燥してしまうので、手をこう湿らせながら作品作りをします。はい。はい。それで、まず作品は、まずビニールを取って、ビニールしております。はい。粘土のビニールを外してください。よし、取りました。取りました。はい。はい、それで、器の底の部分から作っていきますよ。はい。これラップはあった方がいいのかな、はい、下に。あ、ラップはなくていいです。粘土板なくても大丈夫ですか？はい。直接粘土を置きます。それで、最初にですね、この粘土の3分の1ぐらい。3分の1ぐらい。ねじ切ってください。はい。3分の1。これぐらいかな？これぐらいでいいですか？いいですよ。はい。はい、そしたらですね、おにぎり作った時ありますよね。はい。はい、そしたらこういうふうに、おにぎりを作る要領で、ちょっとこう、分厚いビスケットのようなものを作ってもらっていいですか？端の。はい。の分厚いビスケット。の分厚いとかおにぎりになってきちゃった。いいです。丸いのを作ってみます。丸いといいのかな、はい、丸いおにぎり。丸い、はい、おにぎりから出せない。ここが三角だと三角の器になる。そうですよね。まあでも多少はいいですよ。まん丸じゃなくて。こんな感じかな。あ、それでいいですよ。はい。はい。そしたらですね。あれ、画面にこれは池澤さんの映像が映ってるんですかね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫。なんか私には旅行の時の写真みたいな。あれ？旅行の時の。あれかな？多分、あ、こう表示がスピーカービューになってるのかもしれない。できれば私の方にも池澤さんが作ってるやつが大きく映ると教えやすいんですけど。ですね、はい、表示を変えると多分 見えます。はい。あ、これでいい。見えますかね。あ、大丈夫です。見える。はい。はい。次にですね、はい。縁はですね、縁の部分はあんまり大きくしないで、はい、真ん中のところをですね、こういうふうに少しずつ回しながら、へこましていきます。真ん中をへこます。はい。ここが底の厚みになります。厚みはですね、だいたい8ミリぐらいがいいですね。真ん中だけでいいですよ。真ん中だけ。はい。すごい難しい。あ、いいです、いいです、いいです。親指で潰すといいか。親指、ね。はい。なんかこう、おまんじゅうのあんこ包む前みたいな。ね。こんな感じになります。うわ、うまい。うまいです、さすが。そんなうまくは。あ、でも、まだ、ここは、多少大丈夫ですか？はい、いびつでも全然大丈夫。どうですか？あ、こんな感じになってきました。あ、いいです。本当ですか？これいい感じですか？大丈夫ですかね？全然大丈夫。それで、ここで初めて、粘土板の上に。はい、はい、はい、はい。はい。粘土板。こっちは下の方が直接。はい、置きました。置きました。そしたら、粘土板にですね、底の部分、
この辺の部分を軽く押し付けて、そこを平らにしてください。はい。押し付けてます。よいしょ。何回かに分けて力を加えて、ちょこ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 、一気になる。はーい。そうするとこんな感じになりました。そうですね。近い形状に なりつつあります。ちょっと、ビデオを。あれ。自分の方が。これそうですね。ちょっとお待ちくださいね。カメラ。こんな感じです。いいです、いいです。あれ、粘土板ありました？粘土板入ってます。キットの。こういう板。あ、そうです、そうです。それの上に乗せてください。あ、いいです、いいです。そういう感じです。はい、いいですよ。今、ちょっと、池澤さんの声が聞こえなくなっちゃいましあ、これで聞こえますか？た。大丈夫です。聞こえます。はい、いい感じですね、今。そしたらですね、今日は手びねりとか紐作りという作り方になりますので、またちょっとタオルで手を湿らせてくださいね。で、次にですね、粘土をですね、また残った粘土の3分の1ぐらい。3分の1、残った。残った粘土、3分の1ぐらいですね。こんな感じですいいですよ。か。で、これでですね、こう、紐状のものを作って、そんな細くなくていいです。親指よりもっと太いぐらいですが、親指より太い。あんまり細くすると、ちょっと大変なので。なるほど。で、これでですね、ドーナツ作るようなイメージで、作品のですね、ちょっと上にですね、ドーナツ重ねるようなイメージ。いいですね。あ、ちょっと大きさが足りない。あ、足りないときはいいですね。足りなくても全然 OK です。大丈夫ですか？これ全然足りなそう。上のちょっと内側に行く、それ一番大きい大きさです。私のがちょっと大きかった。それで、長かったら切ってくださいって言おうと思うんですが、今ぐらいのちょうどいいです。こんな感じですか？こんな感じです。こういうふうにして。長かったら切ってください。あ、今、短くないですちか？短かっょっとた。短いですね。このドーナツがちっちゃくてちょっとそれ、私の方に見えるようにしてます。こういうふうにやってます。これ、長さ足りないんですけど、その場合は。そしたら、例えば長さが足りなかったら、今こういう状態ですよね。そうです。こういう状態だったら、粘土を丸めて、ここに足してください。はーい。じゃあ足します。よいしょ。腰だけを内側にするといいですよ。真上じゃなくて。内側、ちょっと内側ですかね。ちょっとドーナツがどんどんいびつになって まだここは入り口でも大丈夫。大丈夫ですか？よいしょ。はい。長かったら切ってくださいね。はーい。それで、この
つなぎ目のところですね。ここのつなぎ目のところを、ちょっとこう、きれいにくっつける。はい。鳴らす感じ。はい。あ、いいですよ。その感じ。で、次にですね、上の粘土と下の粘土をくっつけます。はい。で、その時に、親指を内側にしてですね、親指をこういう風に入れるんです。はい。入れました。ここから見ると、こういう感じです。はい、そうです、そうです。で、もう一つ言うと、ここ、ここくっつけるね。親指の。くっつける。ここら辺くっつけて、で、人差し指と人差し指の間をですね、1センチぐらい隙間開けて、はい。で、外側の粘土を上に持ち上げる。内側の粘土を、下にこう、親指で押すように。こういうことなんですか？そうです、そうです。で、縁はあんまり薄くしない。はははこの辺り。うん、非常に今いいですよ。最初は軽くやっていく。うんうん。軽くこう持ち上げてですね。持ち上げて。あ、いい感じです。それで、今少し広がってきましたよね。うん。ちょっと広がっちゃいましたね、なんか。そしたら、その時に、このさっきの動きで、人差し指と人差し指の隙間開けてですね、これを、粘土をこういう風につまんで、詰める。ああ、なるほど。あ、少しずつそれやっていくと、一気にやらないで、ちょこちょこそれやっていくと、どんどん細くなっていくんですね。細くなってきました。うん、確かに。はい。その作り方です。これができると、もう、だいたい、今日教えることない。え、本当ですか？はい。よいしょ。あ、なんかマグカップのサイズになってきた。はい。そうです、そうです。で、つなぎ目をきれいにしながら、はい。はい。そうです、そうです。つなぎ目を。はい。つなぎ目をきれいに伸ばしながらで、また広がってきたら、細くして。で、まだ小さいので、こういう風に持ってですね。はい。で、こうやって、厚みを調整することも。ああ、なるほど。よいしょ。よいしょ。確かに厚みの偏りが若干ある気がする。はい、うん。ただせっかく、手で作ってたので、なんかこう自分の手の跡がちょっと残る程度のはいいんじゃないか。うん、外側は親指で伸ばしちゃって大丈夫なんですか？なんか。親指でも、どこの指でもいいですよ。はーい。なんかこう、影絵の時の、まあ今、影絵なんてやらない。こういう指の使い方。こういう、影絵やりますよ。猫か。ここ。なるほど。感じの指の使い方。鍵用の指の使い方。これにちょっと近い。ああ、でも、いい感じになってきました。お、本当ですか？はい。もう少しだけ今のうちにですね、口のところを少し細くしておく。口を細く。はい。さっきのこれです。これですね。うん。これでちょっと。よいしょ。気持ち、うん、細く。を広げるのは簡単なんですけど、うんうん、広くなっちゃったのを細くするのがなかなか難しいので。確かに、ちょっと力入ってますね。うん。あ、でも非常に今のところ順調です。うんうん、いい感じです。お、よかったです。うん。
ここまでできたら、次に、今と同じ方法で、もう一段重ねる。先ほどの、また半分、今度は半分ですね。半分。はい、半分ちぎって、よいしょ。はい、それで、また紐状に。で、紐状に。で、またドーナツって重ねる。はーい。よいしょ。こんな感じかしら。あ、そうです、そうです。で、また、上のところにこういって。あ、今度は、乗っかりました。あ、いいです。で、最初ね、仮止めって言って、こう、軽く、動かないようにしてからも。はい、仮止めをして。はい。で、また、外側の粘土を上、内側の粘土を下に、はい。親指にですね、あんまりこう、力入れて、外側にこうギュッと押しちゃうと広がってきちゃって。確かにちょっと力入れてるからか、若干広がってる気がする。うん、こう、難しいですね。外側は上に、内側は下に。うん。でも、一発目でこのぐらいだったらすごく上手な方だ。本当ですか？うん。やった時はないですか？陶芸は、でも、昔一回だけやったことあるかもしれない。ああ。佐賀県に行ったときに。いや、多分それのおかげだと思う。本当ですか？はい。非常に今、教えてて、あんまり心配してない。でも分かりやすいですね。ズームでも、こう手元を見ながら、山田さんの手元を見ながらやれるので。あ、そうですか。じゃあよかったね。まあ、たまにでも、コップ作ろうと思って、お皿になっちゃう方いるんで。はい。まあでも、それはそれで、なんか楽しいんじゃないかな。確かに、それはそれで。うん。あ、いい感じですね。これはコップになるのかな？お皿になるのかな？全然今、普通に。まだコップ？はい。これ表面を鳴らすのが結構難しいですね。そうですね。すごくこう深い、線を直したいときは、指のここじゃなくて、この辺使って、へぇ、このあたり使ってこすると、線は消えやすい。あ、そっか。力を、はい。一箇所に集めて。そうです、そうです。そうすると、だんだん消える。なるほど。で、細かい線は、こう横っ腹、親指の横っ腹で。はい。使い分けて。していく。ね。ちょっと消えづらいから、親指の頭で。はい。確かに、使い分けるといいかもしれない。うん。まあ、指ってちょっと道具みたいなね。そういう感じで。でしょうか。この内側と外側で鳴らし方が違ったりするんですか？はい、ですね、もう鳴らし方はもう自分のやりやすいようにやって構いません。あ、そうなんです。っていうのは作った時にですね、こうそれぞれちょっと線のつき方が違うんですよね。うんうん。一概にこうしてくださいっていうのはあんまりない。なるほど。はい、やりやすいように、きれいに。ただ、まあ一つ言えるのは、こうあんまり力入れすぎて、こう変形させたり、
なんていうんですかね、粘土へこましたりしないようにだけ注意して、できるだけこう両手を使って、滑らかにしてもらうといい。両手を使って。うん。例えば外側を、直すときは内側に軽く手を入れて、それでこういうふうにすると。なるほど。で、内側のとき、内側を鳴らすときは、外側軽く手で押されて、内側に鳴らしてあげるといい。結構でも、ズーム上で見ても出来が全然違う。山田さんと。あ、でも、そんなことないです。これ、本当ですか？私こっちから見てると、なんていうんですかね。もう少しだけ滑らかにしたら。よいしょ。うん。今のところ何も悪いところないですよ。では、こまめに消してもらえれば。線を消しながら。そうそうそう。実際の陶芸でも手びねりで作ることあるんですか？ありますね。もう陶芸教室はほとんど手びねりですね。で、私らは、ろくろで作ることが多いので、めったに手びねりはやらないですけれども、ただ、ちょっと変わったものを作ろうとかいうときは手びねりで作ることがありますね。へぇ、変わったもの。はい。なんかこう、花瓶とか、まあ、あんまりオブジェとかは作らないけども、まあ、大きいものとかね、そういうときは手びねり、確かに味のある花瓶を作りたいとかなったら手びねりの方が合ってたりするんですかね。ろくろだとどうしてもこう丸いものしか作れないので、例えば三角形の花瓶を作りたいとか、そういうときは手びねりを作るときがある。なるほど、うん、こんな感じで。あ、いいですね。そうこう言ってる間に徐々に。それで次にですね、口のところです。はい、口の高さが、高いところと低いところが、ね、そうですね、できちゃいました。はい、こういう時はですね、低いところを軽くですね、こっち、私の作品こっちが今低いんですけども、軽くこういうふうにこうつまんで、上に、ちょっとこう、引っ張ってあげると、少し、高さが調整できる。あ、確かに、ちょっと。はい。少しですよ。部分的にっていうよりは、その周辺全体をこう持ち上げるような気持ちで。うん、いいですね。よいしょ。若干、こんな感じかな？よいしょ、もうちょっと離れた。あ、なるほど。いいです、いいです。それで、あと、口のところ、うん、そこです、そこ。口。この部分なんですけど、口の、この部分なんですけれども、例えばですよ。例えば、まあ、今そんなになってないんで大丈夫ですけど、こういうふうにですね、一箇所だけ、へこんでるような状態の時には、こういうふうに粘土を、その部分だけくっつけて、それで、こういうふうに、口を、こういうふうに挟んで、こすって、流して。そうすると、平らになる。口のところを、親指と人差し指で、指で挟むと、そうすると厚さが均一になる。今のところそういう補修が必要なところはないかな。うん、はい。で、高いところか低いところに、今みたいにですね、こう粘土をずらしてあげると、はい、はい。高いところ。うん。ポコッと盛り上がったところから低いところに、うん、取ってます、ね。うん、やり方で、ね、
なんか厚さの違いが生まれてきちゃったかもしれない。ああ、なるほど。厚いところと薄いところがあったら、本当はそれもですね、厚いところから薄いところに少しずらしてあげる。少しずらす。ちょっとじゃあ、ちぎって。すごい。ちぎは、移住。うん。すごい薄いところがあったら、例えばその、お団子状にしたものを、くっつけて伸ばすといいですよ。なるほど。うん。今、移住させました。あ、いいですね。そしたら。やっぱりこの均一にするのがなかなかこう。そうですね。結構、こう、勘でドーナツ作ってやってるから。なので、まあ、こういうふうにですね、ちょこちょこ手で、粘土を挟みながら厚みをこう、あ、ここが厚いなとか薄いなっていうのを調べながら。うん、でも今見てる限りでは非常にいい。手が乾いてきたらまたちょっと濡れたの。はい。こう黙々と陶芸をやるライブ配信になってますけど。でも、これって割と無口になっちゃう。そうですね、無口になっちゃいます。すごく集中しちゃうんですよね。集中しちゃいますね、これは。何もこう考えないで粘土だけずっとこう溜まってるようになってるので、カニ食べてる。無心。エンジニア、普段プログラミングと陶芸とかで関連付けられるコメントを入れたけど、いいかもしれない。両方書いてやったり。最近 DIY にハマってるんですけど、うん、結構、木工をよくやってるんですよ。でもこういう、こう土をひねって陶器を作れるようになるとかなりそういう幅も広がりそうだなと思ったりもするんですけど、うん、部分的にこういうのを取り入れるいいかも、ね、そうですよね、うん、かなりちょっとこう埋め込んで、たまにあれですもんね、フックとかお家につけるフックを、フックの土台を陶芸でやっている人とかたまに見かけます。うんうん、ね、いろんなものに使えますよね。今まで作った変わったものとかあるんですか？変わったものですか？変わったものはいっぱい作ったんですけれども。いっぱい作ってる。はい。っていうのは、うん、直径70センチぐらいのすり鉢とか。すり鉢、うん、大きいですね、めちゃめちゃ。何使うんだ、何をするんだ。なんかね、茨城県で、ウグイスをこう飼育してる人が、はいはい。ウグイスの餌をそれで作る。ああ。こんなの何使うんだろうなと思ったらそういうふうに使うって。確かに不思議ですよね。何に使うんだろう。うん。あとは。ウグイスの餌か。あとは、天ぷら屋さんがですね、トマ焼きは二重で、保温性がこう高いので、天ぷらのこう衣をあんまりこう、冷やしたままにしておきたいということで、二重のその天ぷらの粉をこう混ぜるボールを作ってくれる。結構ピンポイントで来るんですね。こういうものを。かなりピンポイント。あと、
インスタントラーメンを作る器を二重焼きで作ってます。インスタントラーメン、はい。あの、ハンドルをつけた、あの、器にインスタントラーメンを入れて、そこに。はいはい。二重構造なので、まあ、その方はちょっとこう、熱いものを持ちたくなかったんですよ。ああ。はい。それで、なんか、あの、まあ、うん。そっか。そういう、二重構造だからこそ頼まれる仕事っていうのも結構あるんですか？そうですね。あとはちょっとこう、なんて言うんでしょう。ユニバーサルデザイン的な。ああ。はい。どんな人もこう使いやすいデザインのものを作ってくれっていうふうに頼まれる。すごい、結構いろんな。うん。あとは、この間は、田舎のおじいちゃん、おばあちゃんがすごい、笑顔で笑ってるお人形作ってくれるとか。人形？はい。人形も作れるんですか？それこそ手びねり。そうですね、手びねり、ね。その時は、たまたまインターンですが、これが、制作を手伝って、最近に行きました。すごい、いろんなものを手でひねって作れるものなら何でも。そうですね。だいぶ今いい感じになってきましたので、ではそろそろ、取っ手をつけましょうか。はい。ここに取っ手を。はい。はい。取っ手の作り方なんですが、はい。残った面がありますよね。はい。残った面があります。うん。紐状にこう、するんですが、あの、はい、はい。作品をですね、この紐の太さ、バランスが悪いと、あのパキッと折れちゃう。なるほど、均一に。あの、作品に合った。で、大体、あの、指が2本入るくらいだと、私が11センチか12センチぐらいかなと思います。結構、でかいな、これ。ぐらい。それで、粘土板の上で、コロコロ転がしてください。あ、粘土板の上で。そう、粘土板にやつがいるので、どけました。で、右ちょっとこう開いて、こういう、はいはい、いいかもしれない。右の、こっからここまでしか使える。はいはい。開いて。うん。多少ガタガタしてても大丈夫。よいしょ。こんな。この変形したら、もうこうやってトントン。トン。口直した要領で、あの、厚みのあるところから、低いところにこう、くっと。鳴らしていくんですね。鳴らしていく。で、まあ大体こう自分のこう、思っている。うんうん、こんな感じ？まあ、多少ボコボコしてますけど、これで、これをですね、こういうふうに、何回かに分けて、トン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 と叩いていく。叩いて、厚みを調整していきます。調整。それで、こういう風になったら、そしたら、どういう厚み？こんなもん。あ、ちょっと熱い。これ熱いですね。もうちょっと。今ちょっと熱い。裏表？まあ、両方やればもっといいですけど。こんなもん、こんなもんですか？もうちょい薄く。もうちょい薄く。うん、あ、でもこんなもんで、うん。はいはいはい。そしたら、そう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 。軽く引っ張りながら、軽く、ね、両方に引っ張りながらそれやると、あの、形が。
しょうか。はい。あ、いい感じです、今。非常にいい。それで最後、軽くこういうふうに、こうやって、で、ここで、お皿に用意してもらった水を使います。はい、はい。はい。水をですね、作品の、このハンドル、つける部分に塗ってもらって、こう、こすると、ずっとこすってると、このようにですね、泥状になってくる。こすったもの。はい、はい。はい。こういう風になるので、ちょっと2箇所。続けて、こすってあげてください。はい。2箇所。はい。あ、いい感じ。はい。そしたら、ここにですね、先ほど作ったハンドルをですね、つけるんですが、こういう風にくっつけたら、ぎゅっと。長いかな、これ。ちっちゃい。私のも長い。本当ですか？こういう風にね、こうぎゅ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 っとこう、こすりつけるようなイメージで、しっかりくっつける。こすりつける。はい。押すだけだと、ちょっとこう、剥がれちゃうときがある。ぎゅぎゅぎゅっとこすりつける。ぎゅぎゅぎゅ。はいはいはい、いい感じ。こすりつけるようなイメージでつけてます。はいはいはい、ハンドル、割と太めでしたね。ちょっと太いですかね。なるほど。あとでちょっと削って細くもできます、ね。なるほど。ちょっと太いですかね。なんか、太そう。で、後で細く修正できます、ね。はい。それで、次に、ね、こういうふうに、今こうなってて、こういうふうに上げてですね、はい、適当な長さのところを切っちゃいます。はい。こういうふうに切ります。切ってみて、このところを、こういうふうに、ね、切っちゃいます。うっしょ。こういうことですかね。あ、そうです。もうちょっと短くしてみる。もうちょっと短くて。うん。あと、ちょっと。しちゃう。はい。ああ、いいです。そしたら、また先ほどと同じで、ぐぐぐぐって。しっかり。ちょっと、上側が外れそう。あとで、また、外れそうなところは、くっつけてね。よいしょ。で、下も？下もこんな感じで、つなぎ目がわからなくなるように、あんまりこう、押しすぎない。押しすぎない。押しすぎると、ここのつなぎ目のところが薄くなっちゃうので、つけるんですけど、こう、押しすぎない。押しすぎ。絶妙な。絶妙なところです。ここが、うん。うん。腕の向こう。ね。はい。うんうん、大丈夫なんだろうか。ああ、なるほど。いいかも。それで、もしここのつなぎ目、ここのところ、内側のところ不安でした。こういうふうに、
細い、うんうん、なんだ、細い短い棒みたいなのを、うんうん、この隙間のところにくっつけて、うん、補強してあげるという。はい。そうするとか。こんな感じかしら。ちょっと横から見てみますか。よいしょ。ああ、いい感じです。今度もやってみます。よいしょ。はい。それで、あとは、竹串で、パインを持って。竹串。竹串用意中です。お待ちください。あ、竹串来た。竹串とヘラが来ました。ヘラは使っても使わなくてもいいです。はい。それで、竹串なんですが、使うときに垂直に使うとですね、手の横にバリが出ちゃうんです。なので、寝かせて、滑らせるように使う。はいはい。うん。例えばこういうふうに寝かせて滑らせるように。あ、模様が描けるんですね。こういうふうに模様を描いてもいいし、こんなふうに描いてもいいし。葉っぱ。うん。あとは、線入れてもいい。こういうふうに縦線入れてもいいし。線を入れてもいいんです。はい。もう本当にここからは、自分のこう、センスが問われる時間です。何書こう何も考えてなかった。あとまあ、こういうふうにですね、本当にこの竹串利用してですね、はいはい、こういうふうにこう、縦に線を見せていくと、こういうふうにこう、模様がついていくので、ああ、なるほど。出来上がり。まあ、この辺は、もうもちろんプレーンにこのまま模様を入れないで仕上げてもいいですよ。どうしようかな。なんか、A とか書いとこうかな。名前のあ、イニシャルを。はい。難しい入れるの。むちゃむちゃ難しい。よいしょ。難しいですね。A って。はい。こういう。A になるとはちょっと今予想してませんでした。あ、本当ですか？あ、でもいいと思いますよ。え、どうしよう。でもちょっと浅いかな。でもちょっと浅い、ちょっと浅いな、消そう。あ、でも消そうと思ってもすぐ消せるんだ。あんま深いとそこから亀裂入っちゃう。あ、なるほど。うん。浅いのは全然。浅いのは消えます。うん。消えれば、大丈夫かな。すごい。何度でもやり直せる。うん、そうそう。粘土はそういう、特徴がある。柔らかいうちは、いくらでも、修正効く。ちょっと、あまりに加工の才能がないことに気づいたんで。でも、うまい。なかなか。ですか。だから、縦模様がいいかな。縦模様で。ああ、なるほど。縦模様を入れました。
いいと思うんですよ。よいしょ。竹串使うと結構簡単にこういう模様入れられていいですね。そうですね。専用の道具でこう引っかいてやる忍びっていう技法もあるんですが、うんうん、陶芸教室とかではこういうやり方の方がやりやすいです。あ、入れました模様、はい、入りきってないとこもあるけど、うん、よいしょ、入ったと思います。はい、そしたらあとは最後にどこでも構いませんので自分のイニシャルでもサインでもちっちゃく入れていただくと、あ、そこかな、はい、よいしょ、で竹串で、うん、よいしょ、今の一瞬で竹串なくしたかったので、じゃあイニシャル入れとこう。はい。映んないか。入れました。うん。よいしょ。こんな感じで入れました。はい、あとはこれを、送り返していただければ、こちらで焼いて。はい。すごい。こんな短時間で。そうですね。一緒にやると割とこう、うんうん、早い時間でできたんですね。そうですね。うん、でもやっぱり、山田さんのは、取っ手部分が本当に綺麗。あ、でも、それは、すぐできる。私の方、ちょっとなんか、無骨な感じになっちゃった。でもなんかテレビの風合いが出て、これはこれですごくいいと思います。ありがとうございます。で、まあ、普通ですとここで色をですね、例えばこういう相馬焼きとか、こういうふうに何種類かこう色があるので、うんうん、こんな風な中からどれか選んでもらって、焼くという。へぇー。あとで、ネットでこう、こんな色がありますので、どれがいいですかっていう、そういう流れになる。すごい。お家の中でも、こんな感じで、陶芸教室と同じような体験ができるっていうのは、いい時代になりましたね、本当に。そうですね。本当はね、なんていうんでしょう、目の前で指導できるんですけども、ただ、これはこれで、なんていうんでしょう。自分納得いくまで、こう、自分の家族で作れるっていうメリットもあるので、うん、なんか、いい面もたくさんあるな。そうですね。手元も結構アップで見ることができますし。うん、でも、よかったです。なんか、できるかなと思ってたんですが。ちゃんとできててよかった。よかった。ちょっと、はい、なんとか形になってよかったです。ありがとうございます。はい、こうしたそのズームでの陶芸体験なんかはどこからこうできるんですか？はい、こちらは大堀相馬焼き協同組合のホームページからこのバーチャル伝承会に進んでいただきまして、それで何て言うんでしょう、開始みたいなボタンを押すと、うん、申し込みが飛ぶようになるので、そこで、日時を決めて、日時を決めたら、その日時に合わせて、はい、こちらの粘土と、粘土板と、あとヘラとか、竹串もですかね、が届く。はい、はい、そういうことになります。ぜひぜひ、皆さんやってみてください。はい、ぜひお願いします。その他、告知なんかあったりしますか？はい。ですね。現在、建設中の大堀相馬焼き伝承館なんですが、一応3月20日にオープンする予定となっています。当日ですね、
どのような形でこうオープンイベントを行うか分かりませんが、できるだけそのコロナの感染症対策をしながら、皆さんのお越しをお待ちしてますので、ぜひご来場お待ちしております。はい、このバーチャルの方はもうすでに開館していますので、こうバーチャルと合わせてリアルな方の、伝承館の方も楽しみに3月20日を一緒に待ちましょう。というわけで、今回の、バーチャル伝承館ツアーと、そして陶芸体験の方を、ズーム陶芸体験の方を終了したいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。山田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。作品を送ってくださいね。ありがとうございます。